さあ、インストール終わったんでいきましょう。前回のやつカットすんの忘れてた今気づいた。前回のインストール丸々取っちゃってた。やばい。いやー、ちょっとね、申し訳ないんですけど眠くなっちゃいました。駅の名前かな。ジョン・ドーに向けてステルス核弾頭を撃ち込む。 GW では核を制御できないんじゃなかった？その通りだ。我々は全ての重火器兵器を抑えたが、大量破壊兵器は全てジョン・ドーが管理している。だからこそレックスなのだ。奴らに管理されていない核兵器があそこにある。バンプ、レックスの準備は？あとは最終チェックのみです。 GW 経由でジョン・ドーの場所を特定しました。前世紀に放置された衛星軌道上のデブリに偽装していました。うまく隠したものね衛星軌道上にある。ステルス核弾頭であれば愛国者たちからの迎撃の心配はまずありません。奴らが気づく頃には全て終わっています。AI の中枢であるジョン・ドーを破壊すれば、これで GW のプライオリティが1になる。そうなればジョン・ドー投御下にあった全システムを我々が制御できるようになる。さあ、ヘイブンをいつでも出せるようにしておけ。わかりました。なんだこれは。あ、バレた。マーク2からの映像はここで途切れている。よし。ヘイブンという名の避難所。確かドレビンもそんなこと言ってた。もともと愛国者たちのシステムはジョン・ドーを頂点とした4つのセル AI によって管理されていた。その一つが GW。 ちょっとリキッドは電池を破棄されたと思われていた GW を使って。リゲインとか全然飲んでないな。私の電池がどこにある。 GW はアーセナルにあった愛国者たちのテル AI の一つだ。ないな。エマのアームで再起不能になったはずだった。だけどリキッドは GW を回収して。 GW ってあれか、動くやつか。メタルギア。GW は愛国者たちのシステムに入り込みながら、違う、ジョン・ドーからは GW が認識できていない状態にあるに違いない。ソフトウェアか。盲点だよ。 GW は繋がったまま放置されていたんだ。ハルリーさん、どいて。リキッドは GW を利用して外からではなく中から AI に環境していたんだ。 iPod か。ビッグボスの遺伝子コードを隠れるのに内側から接触を。いたずらしたいな。それなら AI の侵入検知システムも欺ける。叩けないのかな、サリーのこと。
さ、あー、行っちゃった。で、うちがあった Get ヒデオ2。 5年前に GW を抜けたアーセナルを暴走した。3人がどこに行ったんだ。その平凡はどこにある。あ、いたいたいた。奴らの基地は心配がないよ。マーク2の電波が途切れた位置を中心にリキッドの航路を命令に予測してもらって、あ、できた。発見は時間の問題だ。はい、サニー。めっちゃ心配してんじゃん。リキッドはこう言っていたら、レックスの準備ができていると。レックス。シャトーモセス。あれが古いパズルのキーボードが。お、キャンベルだ。今や米国軍部のシステムは全てリキッドに握られてしまった。各地のシステムを停止した結果、地球上から銃声が一斉に消えた。人類史上初めての静寂だ。ホワイトハウスは、世間はどんな様子なんだい。大統領はまだこの件の発表を控えている。だが各メディアは気づき始めている。また情報統制をするつもりだろう。いや、世界中で戦争経済が完全にストップしている。この規模のクライシスをごまかすことは難しい。すでに戦争経済関係の株価は暴落を始めている。今頃ホワイトハウスは大変な騒ぎだろうな。いずれにしろ国民が静かに眠れるのは今夜限りだ。もうすぐリキッドの決起が始まる。まず奴が手をつけるのは愛国者たちが築いた米国管理システムの破壊だ。システムはもう奪われた。いや、最高権限はまだジョン・ドー愛国者たちが握っている。だからこそリキッドは軌道上にあるジョン・ドーに向けて核攻撃を行うつもりだ。だがリキッドは重火器を制御するソップを掌握したに過ぎない。さらに行為の最高権限を持たない限り、リキッドに米軍の核や弾道ミサイルをコントロールすることはできないはずだ。確かに米軍の核は一昨年から信頼できる第三世代の代替核兵器に移行した。 RRW だね。そうだ、このコア部分には今ソップシステムによって完全な ID 管理が施されている。 RRW は最高権限を持つジョン・ドーにしかコントロールできない。しかも非常時には遠隔からの破棄も可能だ。大体核の配備で従来の核兵器は撤廃されている。リキッドに核は使えない。奴は一体どうするつもりだ。そうか、レックスを使う気だ。なんだって。レックスはソップ導入以前に廃棄された兵器だ。なるほど、レールガンか。確かにレックスのレールガンはシステムの束縛を受けずにステルス核弾頭を大気圏外に打ち上げることが可能だ。奴に残された唯一の裸の核弾頭発射装置といえる。リキッドはこれを使ってジョン・ドーを亡き者にし、愛国者たちの支配に終止符を打つつもりだ。レックスは今どこに。思い当たるだろう。忘れ去られた基地、合衆国であり愛国者たちの管理の外。
ディギットの始まりの場所であり、モニュメント、アラスカ沖、フォックス諸島、シャドウ・モセスト来たね。ディギットがジョン・ドーを破壊し、ディギットの GW が全システムを制御することになれば、すべてはディギットにひれ伏すことになる。そうなれば誰にも奴を止めることはできない。愛国者たちでさえ手が出せん。もはや世界を救えるのは君たちしかいないのだ。スネーク、頼む。リキッドを倒し、決起を止めるんだ。やばいね、スネークも。廃人化してるわ。やめよう、スネーク。もう限界だ。今すぐ死ぬわけじゃない。違う、相手が悪すぎる。愛国者たちが生み出した制御管理システム、リキッドが手に入れた。武器兵器が全く使えない上、米軍が機能していないんだ。それに匹敵する数の傭兵と無人兵器がいる。状況は最悪だ。スネーク、認めよう。僕らの負けだ。オタコン、倒せるような相手じゃなかったんだ。オタコン、勝ち負けじゃない。かっこいい。俺が、俺たちが始めたことなんだ。俺たちには止める義務がある。サニー。ダメ、まだジャックは無理。まだ動けない。サニー、行かせてくれ。ダメ、まだ投石が終わってない。スネーク、彼はまだ無理だ。スネーク、俺なら大丈夫だ。ライデン、自分の意志で生きている。ライデン、誰かの意志に操られた代理人生ではなく、俺は影だ。誰も照らせはしない。俺についてきても日の光を拝むことは一生ないぞ。あんたも俺もこの代理戦争の駒だが、これが終われば自由になれる。ライデン、俺はあんたを解放する。
それが俺が自由になる唯一の方法。ライデン、5年前俺が言った意味はそうじゃない。俺は何も失うものはない。バカな。お前には守るべき人がいるはずだ。スネーク。俺は雨だ。俺も日の光とは無縁だ。違う。お前は雷だ。光を放つことはできる。雷。ライデン、俺を見ろ。見えるか。俺にはもう未来はない。俺はもうじき大量破壊兵器に変貌する。ライデン、お前には家族がいるはずだ。そんな奴はいない。俺には誰もいない。俺はいつも一人だった。一人だった。いいか、これは俺の戦いだ。俺の宿命だ。メイリン。メイリン来た。確定よ。リキッドたちはシャドウモセス島にいる。かわいい。メタルギアマーク2の通信電波は途中でロストしてたけど、方角的にはモセスに向かっていた。その直後、民間の写真衛星が捉えたシャドウモセス島。こんな顔だったんだね。温暖化で海岸線が上がっている。知ってた？フォックス諸島は沈没寸前なの。周囲の島の住人も立ち退き済み。そんな場所にリキッドが立ち寄ったってことは、やはりレックスを使う気なんだね。そう考えるしかないわ。レックスより後のメタルギアには全てシステムの ID が埋め込まれている。だけどレックスはあの時のままなの？シャドウモセス島の核廃棄施設は当時のまま放置されている。もう9年も前だ。アームズテック社社長とダーパ局長の死、国防省長官の逮捕、シャドウモセス事件収束の時点で関係責任者は誰一人残っていなかったわ。全てはなかったことになっている。データも残らず改ざんされて消去された。なるほど。私たちが官職に追いやられたのもそのため。レックスも核弾頭も当時のまま放置されているはず。
捨てられた島、ヘイブンか。いえ、むしろ忘れ去られた島。そして沈みかけている。二度と行くことはないと思っていた。到着は遅れるかもしれないけど、私もミズーリで援護するわ。優しい。米軍内で今動ける船はシステム導入前に現役を引退したミズーリくらいしかないから。ハワイからも近いし。オタコン、メガネやめたの？あ、コンタクトだよ。それじゃあシャドウモーセスで会いましょう。いい子やなメイリン。天に従う者は損し、天に逆らう者は滅ぶ。僕も過去を償わなきゃ。お母さんとの喧嘩の。レックスは僕の研究で生まれたビーストだ。行こう。シャドウモセス島へ。よし。あれ、あ、コントローラー電源切れてた。失礼。セーブしよう。よし。これでワンブリにシャドウモセスに行けますね。大丈夫かな。怖いな。あれ？あ。懐かしいな。まあ、あんま俺関係ないですよね。ゲームキューブ版でやってたんで、ワンは。でーれ、てん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 。わ、違うか。あー。うおー。行けるとこまで行こうか。ヒュー、危ない。覚えてないよ。あれしょ。ここに拳銃が入ってるはずです。あれないな。超懐かしい。思い出しますな。これどこまで行けんだろう。まあ普通に入れようと思ったら、これ行けんのかな。あ、行けた。あれ、あー、これ誰戻っちゃうんかな。いやー、なんか懐かしかったな。あのクオリティがですね、今はもうこれですからね。スネーク、大丈夫かい？ああ、懐かしい夢を見ていた。ゲームになってる。ついにシャドウモセスだ。
あ、こんなんもらえたんだっけ。あれクリアしたからってことなんかな。すいません、なんかセーブの画面何回も入ってきちゃって。まあいいか。